道は必ず続くわ。リンゴだ。頭の回路が鈍っている人間が多い。アール・スターリングの事件、アールがある日姿を消したのは明らか。それ以来誰もその姿を見ていない。アールの事件はしばらく保留にしようと思ってた。やってくれるなら嬉しいよ。この事件についての意見は、エリー？アールについて？そうね、アールには敵がいなかったことは確実。生きていたら誰かが真っ先に気づくはず。それからアールは地上のもつれによる犯罪を起こさせるような魅力的な人物でもなかった。ということは？わからないわ、ニック。インスティチュートのはずがない。そうだよね。見に行くしかないのでは。エリー、ねえ、いつも思ってたんだけど、アールに興味を持たれてたみたい。逃げることになる人なのにね。ここに来るまでに問題に巻き込まれなかった。足を止めずにそのまま歩く。この人たち以上に R を知ってる人はいないか。今よりもっといい人生を送る。バディム、シャケ、最高の密造酒をここで作ってるぜ。 R スターリングはここで働いていたのか。かわいそうな R、 あんな風にいなくなるなんて。とてもいいバーテンダーだった。いい友達だった。でも女といるときはひどかった。覚えておけ。旗迷惑な乱暴者だよ。バレンタイン探偵事務所の者か。雇ったときに R の鍵を渡すのを忘れてな。これだ。何が起きたか突き止めてくれるよう祈ってるよ。セキュリティは聞いても怒鳴るだけで何もしてくれない。バーをやってるんだ。何か欲しけりゃ言ってくれ。トラブルは避ける主義か。俺のことが心配になったのか。そいつはいい。だが気にするな。俺は借金で俺を殺そうとする奴とはもう縁を切った。全てはうまくいってる。リラックスしろ。もう一度考えさせてほしい。俺がどこにいるかは分かるな。喋りかけるな。誰かの注意を引くかもしれない。ここから始める。そっちはリビングから始めたらどうだ。あいつが逃げた場所のヒントが何かあるはずだ。なあ、これまで話をしてきて、これがインスティチュートによる拉致である可能性はゼロと無の間にあると考えてみてくれ。アール・スターリング、地元のアシスタントバーテンダー。どうしてバーテンダー自身をさらわないんだ。おかしな行動に誰も反応しないように、バディムが自分の売り物を十分に試飲していたかどうかは誰にもわからない。ここには何もないな。それからR の社交術はひどい。インスティチュートが最も疑われない人物のカテゴリーに何点か入れるかもしれないな。だがどうして魅力ある人間をさらわないんだ。求めるものを持っている人物ということか。R は忙しい夜の終わりに一杯作ってくれるだけだな。ということは敵はいないと思われる。あまり外に出ないから、レイダーやミュータントでもないだろう。いや、すべてのことが不慮の事故だと告げている。さて、こんなトラブルに巻き込まれた原因は何か。おい、こっちに来てくれ。見つけたぞ。
てほしいときはいつでもいてくれるね。メガ整形外科センターのレシートか。ご立派な医者たちが何と言うかな。いい日だな。ドクター、ぐずぐずしないで。もし検査してほしいなら検査してあげよう。このレシートについて何か知らないか。見せてくれ。うん。これはドクター・クロッカーの汚い筆跡に違いない。アール・スターリングは患者だったみたいだな。ここに書かれている手術はよくあるものだ。リスクの低い美容手術だよ。だがドクター・クロッカーはやっていないな。R は支払いをする前に姿を消したそうだから、とにかく緊急医療処置に戻るべきだ。ところでドクター・クロッカーはどこへ。最後に会った時にはセンターから何かを持ち出していたようだった。多分針を洗うか備品を動かすかしなきゃならなかったのだろう。医療の話に戻ろう。地下室に行く必要がある、ドクター。ここをどこだと思っているんだ。公共トイレか。わかるだろう、答えなくていい。一体なぜそこへ降りる許可を与えなければならない。行方不明者を探してるんだ、ドクター。手がかりはその地下室にあると思う。行方不明者？ R のことを言っているのか。そうだろう、本当にそう思うわけが。そうだな、いいだろう、それでことが済むなら。ほら、自分で行って見てみろ。だが一つでも道具が元の場所から動いていたら請求書を送りつけるぞ。この血はどこから来ているんだろう。地下室にまっすぐ続いている。R、本当に厄介なやつだったな。だがもう終わりだよ。小さな間違いがようやく正される。ああ悪い子だ。ここに降りてこなければよかったのに。だが大丈夫だ、直してやる。何だって直せるんだ。アール・スターリングに何をした、ドクター。何をしたか。何もしてない。幸せになりたくなかったのはアールの方だ。いい患者は素敵な新しい顔を手に入れる。悪い患者は床中に血をまき散らして外科医生命を台無しにする。手術をしようとしたら R はうまくいかなかった、そういうことか。手術の前にジェットを少しやったはずだ。動脈を 2,3 本噛み切ってやればいいんじゃないか。そうじゃないか。だが問題は自分で解決する。わかるか。 R が姿を消せばみんなインスティチュートがさらったと考えると分かっていたんだ。どうしてみんなインスティチュートが R スターリングをさらったと思ったんだ。そうするんだ、奴らはいつだってそうしたんだ。死体がなければ推測するしかない。だから R の死体を消す必要があるんだ。それで何をしていた。 R の死体を切り刻んでいたのか。90キロもある死体を気づかれずに片付けることはできない。幸いにも肉屋が近い。ゴミ山に毎週腐った肉の箱が置いてあったら誰が近づいて見てみようと思うかね。こんなことをうまくやれると本当に思っていたのか。バレずにやれる。ここにいるのが誰だかわからないのか。ドクター・クロッカーだ。ドクター・クロッカーは決して間違ったことをしない。これが終わってしまえば誰も疑問に思う理由など持たない。あんたは人を殺した、その償いをすることになる。銃を下ろして一緒に来い。謝ったことはするな。やってしまったのか。人を殺した、なんてことだ。こんなに血がこんなに血だらけになっている。何でも治せる。誰かそれを利用する。葬式は棺を閉じてやらなきゃいけないみたいだ。これはドクター・クロッカー、説明してくれ。ここで何が起きた。ドクター・クロッカーがアール・スターリングを殺した。それを見つけたらクロッカーが自殺した。罪に耐えきれなかったんだと思う。ドクター・クロッカーがアール・スターリングを殺した。
顔の整形では、本当にそれをやり遂げてしまったのか。その説明は非常に不快だ。ドクター・クロッカーはいつも評判を気にしていたが、これは人の道に反している。知らなかったのならあんたのせいじゃない。もちろん違う。この愚か者と患者より見た目が大事という考え方のせいだ。今や2つの命が失われた。恥ずべきことだ。このことは全てセキュリティに報告すべきだと思う。ここから出なさい。この場所から生物汚染を一掃するには長い時間がかかる。自分を責めても仕方ない。彼女にニュースを届けるべきだ。それじゃあ二人はアール・スターリングがどこへ逃げたか突き止めたの？アールはどこにも行っていなかった。ドクター・クロッカーが手術でヘマをして殺した。クロッカーがアールを殺した？いなくなったのがアールだからレイダーかインスティチュートだと思ったけど、クロッカー？その医者は今どこにいるの？独房で腐ってるといいんだけど。クロッカーは自殺した。罪に耐えきれなかったようだ。なんてこと。二人ともそんなことを目の当たりにしなきゃいけなかったなんて。はい、これを。報酬に値することをしてくれたみたいだから。伝言を出してダグアウトインのみんなに何が起きたのか知らせておくわ。もっといい知らせだったらよかったんだけど。ありがとう、事件を終わらせてくれて。ねえ、これより明るいものだっていう保証はできないけど、興味があれば他の事件もその辺に置いてあるよ。